録画を終了ボタン。皆さんこんにちは、猫谷です。今日は、ネックレス系の多肉植物の紹介をしたいと思います。私が持ってるネックレス系ですね。でネックレス系はだいたいみんな強いです。まず、紹介してから、一通りちょっと写ってるかな。これがルビーネックレス、手前の左がルビーネックレス、真ん中がグリーンネックレスで、その横が何だった、あ、これエンジェルティアーズですね。ピーチネックレスのフィリー、白い模様が入ってるやつですね。でこれが親株、エンジェルティアーズの親株で、奥の、真ん中がドルフィンネックレス、イルカさんですね。イルカの形してるすいません。で、私は、多肉を始めて3年目の多肉初心者です。それと、視力が弱い視覚障害者ですね。で多肉を楽しんでるんですけど、私はそうやって本とか見えないんで、多肉を始めるときに YouTube を見て、ポートさんっていうポートベローマーケットさんのチャンネルを見て多肉を始めたんですけど、なので本とか見えないんで、その YouTube が頼りだったんですね、多肉の品種を知るのに。なので私も少しでもお役に立てればというか、育ててみた感想などを入れて紹介していきたいと思います。はい、ではまず、ちょっと映ってるかな、全体を見てこんな感じかな、ちょっと調整してこんな感じかな。はい、一番最強のルビーネックレスからいこうと思います。映ってるかな、これがルビーネックレスね、ですね。でネックレス結構伸びていく感じで、今年は私地植えにもチャレンジし、ルビーネックレスちょっと花壇に地植えしてみようかなと思ってます。でルビーネックレスが私の持ってる中で一番強いですね。で、これは3年前、多肉始めたばっかりの1年目の秋にお迎えしたルビーネックレスです。でルビーネックレスはもう、何をしても枯れないというか、暑さにも強いし寒さにも強いし、で雨ざらしでやってます。で1年目は大事に割と軒下に入れて自分でお水あげたりして育てて、で冬も室内に取り込んだんですけど、今年はこうやって増やしたので親株は外に出しっぱなしで冬を過ごしたんですよ。で今年の冬は、私の住んでる地域で一番寒い日がマイナス7度まで行きました。天気予報でマイナス7度だったんで、本当はもっと行ってるかもしれないんですけど、私温度計とか持ってないんで、でいくらそんなにだってマイナスになっても、朝見たらカチカチに凍ってましたね。カチカチに凍ってたんだけど、ちゃんと自然に解凍されて、普通多肉は凍らせたらなんかそれでもう細胞が死んじゃってダメになることが多いんですけど、ルビーネックレスはもう最強で、カチカチに凍っても大丈夫って感じで、夏の暑さにも強いし、とても丈夫な多肉だと思います。で今は緑だと思うんですけど、秋になったらその名の通り赤くなります。はい、なのでもしこの先私が、多肉ちょっと育てられ、いろんな事情があって育てられなくなっても、この子は庭に地植えしとけば生き残るだろうなって感じですね。はい、これがルビーネックレスですね。でこれは親株はもう今5号の、5号の植木鉢に入れて外にも出しっぱなししてるんですけど、これを増やした子ですね。増やし方はこう、今度増やし方の動画も撮ろうかなと思うんですけど、私流のですね。これはここを切って、絡まってるかな、これ。切って2、3個葉っぱを取ってぐさっと土に植えた子ですね。で何本植えたかな、5本ぐらい植えたのかな。でこんなもりもりになってくれました。はい、これがルビーネックレスですね。いきます。ルビーネックレス赤くなります。で次に一番、ポピュラーなだと思う、グリーンネックレス、これグリーンネックレスですね。でグリーンネックレスが一番有名なんですけど、ですね、私一回ちょっとこれ本当はもっと大きかったんですけど、去年の夏に小さくしてしまって、もうダメかなと思ったのが今復活してここまでなった感じです。その経緯を話しますと、去年の夏に夏の間はちょっと
グリーンネックレスは結構葉焼けすることも多いっていうことだったので、ちょっと日陰に置いてたんですね、外の。でも9月か10月ぐらいにもういいかなと思って、あの日の当たる場所に出して、多分お水やりもサボってしまったのかもしれないんですけど、でもカリカリになって、あのこんな長く大きい鉢に植えて長く伸びてたんですけど、カリカリになって、なんていうのかな、干からびてました。で、ああと思って慌ててお水あげて日陰に入れたりして、ちょっと復活するのを待ってたんですけど、どうもダメっぽくて、で去年のもう冬前に諦め半分でちょっとその鉢を整理しようと思ってたところ、そのカリカリになった干からびた葉この枝っていうか、これを、整理してたら、中の方に生きてるのがこう 2、3粒ぐらいこうあるのが あったので、あ、中の方、この辺中の方生きてると思って、それをあのむしってというか引っ張り出して、その3個ぐらいの粒が3本ぐらいありましたね。だから3個ぐらいの粒を3本この鉢に植えて、で根っこもついてた、根っこも、あったんで、あの植えて、この冬大事に大事に室内であの育てて、今やっとここまであの復活したところです。はい、なのでちょっと伸びてきたら、あの保険株というかちょっと増やしたいところですね。グリーンネックレスもう成長早いと思うんですけど、今こんな感じですね。はい、グリーンネックレスですね。なのでグリーンネックレスはちょっと夏に、注意が必要かもしれないですね。はい、なんかグリーンネックレスより、ルビーネックレスの方が丈夫です。で次にですね、グリーンネックレスの奥にあるのが、これがドルフィンネックレスですね。ドルフィンネックレスは、このグリーンネックレスと、ちょっと置きますね、グリーンネックレスとこっちにちょっとあったんで持ってきました。これが七宝珠、グリーンネックレスと七宝珠を交配あの掛け合わせたものらだそうです。でこれが、七宝珠ですね。でなんかこう1年、これ2本こう2本っていうか、こうこれがにょこって2個あったのを、なんか長いので私よく倒したりして管理しにくいので、もポキって折って、あのどか他に植えました。横に植えてもよかったのかもしれないですけどね。でこれが七宝珠、なんか出てきてますね。で1年ごとにこれが、この大根でも言われてるみたいなんですけど、大根みたいですね。これがこうまた今年1個こうできるらしいです。でこれグリーンネックレスと七宝珠をかけたのが、この持てるかな、ではカメラを持ちます、ドルフィンネックレスですね。ドルフィンネックレスも丈夫ですね。でドルフィンネックレスがいいなと思うのは、私この茎がしっかりしてるんですよ。なので私あのピンセットで刺したりとかがちょっと苦手なので、あのこれを増やすときにあの増やしやすいです。ちょっと増やしたのも、刺した2週間ぐらい前に刺したのがあるので、ちょっと持ってきますね。これが2週間くらい前に刺しました。その伸びてるのをついてますね。ちょっと軽く引っ張ったら茎がしっかりしているので、こう切ってぐさっと刺した、今刺してます。土はあの花と野菜の土、多肉植物用の土混ぜたかな、花と野菜の土だけでも大丈夫と思います。あのネックレス系はお水がみんな好きなので、あの多肉植物用の土じゃなくて、ちょっと身をちょっと水持ちを良くした方がいいと思います。花と野菜の土だけでもいいし、半々ぐらいでもいいかもしれないですね。はい、そんな感じでまた増えてくれると思います。そして、エンジェルティアーズですね。エンジェルティアーズはこっちが親株ですね。こんな伸びてきてますね。映ってるかな、なんかちょっと散らかってるの。これがこう伸びてきてます。エンジェルティアーズはあのピーチネックレス、ピーチネックレスの斑入り、白い模様が入ってるののやつです。で、こっちが増やした方なんで、こっちが持ちやすいんで、こっちを持って説明しますね。エンジェルティアーズは、ピーチネックレスの斑入りで、私はピーチネックレスは持ってないです。で、斑入りって結構あのグリーンネックレスの斑入りとかちょっとあの難しいとか弱いんですけど、エンジェルティアーズは斑入りだけどすごく強いです。強いらしいし、確かに強いですね。で、あの
冬はピンクになります。ピンクに白い模様が入るのですごく可愛いと思います。で、ですね、これを増やしたんですけど、これはさっきのルビーネックレスとかは切ってこうブスって吹きを刺して増やしたんですけど、お、なんか落ちた。これはぐる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 ってこう巻いて生き埋めの毛、生き埋め、ちょっと説明しますね。ぐるぐるってこうトグロを巻いた感じで置いて、そういうのでも増やせるって聞いたんで、私はちょっとそっちの方がやりやすいなって、こう刺したりが苦手なんで、それをちょっとやってみて、果たしてそれでいいのかなって思ったんですけど、大丈夫そうですね。やり方は、土は花と野菜の土で、ちょっと8分目ぐらい入れて、そのエンジェルティアーズを長く切ってこうぐるぐるぐるって巻いてこう置いて、その上に土をかぶせました。花と野菜の土で、なんていうかな、スレスレ、あまり埋めすぎると いけないんで、スレスレ、こう触ったらこうたまたまがこう感じるぐらい、でそれぐらいでやりました。で、いつしたかな、冬の終わり、今年の春の初めぐらいにしましたね。で、果たしてこれでつくのかなって思って、初めてそのやり方でやったんですよ。で、生き埋めの刑って言ってるんですけど、うちでは。で、子供とかも こんなことしていいのとか言ってたんですけど、大丈夫そうですね。で、そのぴょんぴょん出てきてますね。こうやってこれとか出てきてるし、ここも出てきてるし、これからだからこの子も出てくるかな、こういう風に出てきてくれるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、でなので今度また増やす時も、この辺も伸びてきてるしですね、また増やす時も動画撮ろうかなと思うんですけど、そんな感じで私の持ってる、ネックレス系の多肉の紹介と育ててみた感想でした。はい、では今日の動画は以上になります。今日もご視聴していただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。録画を終了ボタン。